はい、どうも、石原です。ついに iPhone16 が発表されたので、どのモデルを選んだらいいのかに相当皆さん悩んでいらっしゃると思います。そこでこの動画では iPhone16 全シリーズの予約受付開始日やとても重要な予約開始時間、そして値段、さらにはスペックの違いだけにスポットを当てていますので、より比較しやすいと思います。そして動画の最後に iPhone 信者である石原が、どれが優勝で、どれを買えばいいのか、どれがめちゃくちゃおすすめなのかをランキング形式でまとめていますので、iPhone16 シリーズを購入予定の方は、絶対に最後まで見た方がいいです。また、プロモデルはそもそも買わないと決めている方は、こちらの iPhone16、16 Plus の比較動画、そして、標準モデルはそもそも買わないと決めている方は、こちらの iPhone16 Pro、Pro Max の比較動画をチェックしてみてください。そして、iPhone16 予約争奪戦に勝ち抜くための必勝法の動画を公開しますので、発売日にゲットしたい人、予約争奪戦に勝ち抜きたい人は、絶対に忘れずに、今のうちチャンネル登録、そしてチェックしてください。では早速やっていきましょう。はい、ではまず iPhone16 全シリーズの予約と発売日なんですけど、予約注文は9月13日午後9時から、発売日が9月20日となっております。そして iPhone16 シリーズのまずは値段から見ていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。まあ、iPhone16、16 Plus の標準モデルですけども、iPhone16 の一番最安値が 128GB、124,800円からとなっています。そして iPhone16 の最も高いモデル 512GB が 169,800円となっています。そして16 Plus の最低価格が 128GB が 139,800円、 512GB モデルが 184,800円となっております。そして iPhone16 Pro ですけども、 128GB モデルが 158,000円となっているので、 iPhone16 Plus の 256GB 154,800円と悩みどころではございます。そして iPhone16 Pro の 1TB が 234,800円となっています。そして iPhone16 Pro Max 256GB 最低モデルが、まあ、価格が 189,800円、 1TB が 249,800円と、高いんですが、去年発売された iPhone15 全シリーズと値段は据え置きなので、まあ、進化したところを含めるとなかなかのお得感かと思います。はい、ではこちらが iPhone16 全シリーズの、まあ、スペック、まあ、そのスペック上の値の違いを表した、まあ、まとめ画像になるんですけども、まあ、左から iPhone16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Max となっております。でディスプレイの方が見ての通り、6.1 インチ16、6.7 インチが16 Plus、 そして iPhone16 Pro が 6.3 インチで、 iPhone16プロマックスが 6.9 インチということで、各モデルでもう一つ一つサイズが違うということになってます。より大きなモデルは iPhone16 プロマックスだし、より小さなモデルを選びたい人は iPhone16 ということになってます。でここ注目なんですけども、はい、このリフレッシュレートと言われるものなんですけども、これは画面のぬるさくです。ぬるぬるサクサク動くのか、ゲームをしていてコンマ何秒のね世界戦を戦ってる人とか、まあいろいろね、このリフレッシュレートに注目してる方っていうのは多いと思いますけども、やっぱり 60Hz のままでした、標準モデルは。ただプロモデルも 120Hz のまま。で、この 60Hz と 120Hz っていうのは、120Hz を経験している方は、60Hz は物足りないです。確実に物足りないと思います。僕でさえ、これは iPhone じゃない。iPad Air なんですけども、今年2024年に発売されたモデルなんですけども、これが 60Hz なんですよね。ぬるさくじゃないです。もう僕がね、この iPhone15 Pro Max の、もうぬるさくの 120Hz を経験しているので、なんかやっぱちょっとカクッとね、カクついているという感じでございますんで、まあ、60Hz を使っていた方は iPhone16 でもいいんだけども、120Hz を一度使っている方が標準モデルに戻してしまうと、違和感あるかなと思います。はい。そして、iPhone16 シリーズは、プロモデルに、はい、Always On Display ということで、常時表示ディスプレイです。iPhone15 Pro Max とかにね、搭載されたこんな感じでした。あの、ロックを、はい、オンにしても、まあ、ここに、
画面というか、あと、文字盤が、文字盤じゃないけど、時計表示とか、そういうものが、まあ、出てきてくれるということになってるんで、これが標準モデルはないと。まあ、このぐらい搭載してきそうだったけど、今回もなかったということです。で、本体のデザインなんですけども、まあ、素材なんですけど、標準モデルがアルミニウム、プロモデルがチタニウムデザインとなっているんで、かなり質感は、その標準モデルとそのプロモデルじゃ違います。そしてアクションボタンの搭載はこれ全てのモデルに搭載されています。で、チップも変わっていて、A18 チップが標準モデルで、A18 プロのチップが、プロモデルということになっています。で、メモリの方なんですけども、全てのモデルで 8GB となっておりますので、ここは、変わりがなかったという感じでございます。そして全てのモデルで Apple Intelligence。で、すべてのモデルでカメラコントロールということで、まあ、アクションボタンっていうのは、ここですね。ここをこう押すと、僕はカメラを起動するようにして、写真をパシャッとね、撮るようにしているんですけども、まあ、ここに、Apple Pay とか、決済を当てがってる方もいらっしゃると思います。これが iPhone15 シリーズでは、15の標準とプラスではなかったんですよ。プロしか。でも今回の iPhone16 では、こんなんとアクションボタンも搭載されていると。これはかなりね、まあ進化のポイントというか、いきなり大きく全ては変わらないんですよ。一歩一歩、一個一個着実に進化しているポイントとしては、すごく僕の中では魅力的な、もう標準モデルが魅力的になった、まあ、一つの注目ポイントかなと思います。で、カメラなんですけども、48メガピクセルのフュージョンカメラっていうことで、この広角ですね。iPhone16 の標準モデルにも搭載されている普通のカメラモード。はい、このカメラモード。こちら。この普通のカメラモードです。これが広角なんですけど、これが iPhone16 で48メガピクセル。まあ、いわゆる4800万画素ということで、めちゃめちゃ高精細になったんですね。で、これは iPhone15 Pro の時はもう4800万画素でしたので問題なかったです。はい。で、F 値なんですけど、F 値っていうのは、この 1.6 が iPhone16 です。そして Pro が 1.7 となっているんですけれども、この F 値ってなんだっていうんですけど、F 値の数字が低ければ低いほど明るい写真が撮れるんですね。ちょっと暗い場所でも明るい写真が撮れる。まあ、少ない光の量で明るい写真が撮れるんで、この数値が低い方が明るめな写真が撮れるんですよ。だから明るい写真に向いてるのは、iPhone 16の標準モデルの方でございます。まあ、これはでも誤差ではありますけども、なんかの費用対効果で、若干、プロが暗いってまではないけども、1.78 とかっていうのはまあ、基本明るいんですよ。F 値が3とか4になると結構暗いんですけど、まあ、1.7 とか6とか2とかならまあ、明るい方かなと思います。で、超広角。はい、超広角は、ここですね、はい、この超広角でございますけれども、ここが、12メガピクセルが標準モデルで F 値が 2.2 です、はい、でプロモデルがなんと4800万画素、超広角カメラもプロモデルでは4800万画素になったと。で F 値が 2.2、 この F 値は同じですけども、高解像度に撮れるのが iPhone 16 Pro、Pro Max ということになっています。そして望遠は標準モデルには搭載されていません。プロモデルには12メガピクセルの、テレフォトということで F2.8 なんでちょっと暗くはなるんですけど、望遠がついたと。で、このオプティカルズームっていうのはこうやってね、回して、ズームするパターンのやつですね。こうやって。こんな感じ。うん。これが、2倍が、標準モデルで、で、プロモデルが5倍ということになっておりますので、まあ、この辺のね、変更点っていうのは、まあ、プロに関したら、そこまでない。で、標準モデルはそもそもないというか、あまりないという感じですね。で、マイクロフォトグラフィーということで、マクロ撮影が、なんと iPhone16 では可能になったと。で、もちろんね、そのマクロ撮影っていうのは、プロでもできたんだけど、なんで4800万画素のマクロ撮影。撮影。めちゃくちゃマクロに撮影できるんですよ。本当に。できてるかな？できてる？できてるかどうかわかんない。できてる。わかるかな？わかる。
こう寄ってもね、マクロ撮影できる。これが4800万画素にプロモデルと。まあ、ただ、表示モデルにもこれ搭載したんで、カメラでの、そうなんかな、遊び心っていうか、うん、面白みっていうのは増えたんじゃないかなと思います。で、4K の 120fps っていうことで、そのスローモーションがプロモデルはより良くなった。4K120fps だから、さらにいいスローモーション撮影ができると。で、あとは、Wi-Fi 7 は同じ。で、バッテリーですね。バッテリーの接続時間がなんとね、iPhone 16の標準モデルが一番少ない。22時間と。ビデオ再生が。で、この16プラスと16プロなんですけど、サイズが違うんだけれども、なんと、はい。ビデオ再生時間同じです。ここはね、バッテリー持ちがいいよってなった時にプラスを選ぶっていうのはちょっと違って、もう実は16プロ。バッテリー持ち16プラスと同じで、しかもコンパクトだよっていうね、メリットがございます。で、USB Type-C、ここについては、はい、見てください。まあ、これ15と変わらず、USB 3.0 がプロ、2が、表示モデルということになってます。で、この価格とストレージは先ほどご紹介した通りになっております。ということでね、その iPhone 全シリーズの、まあ、進化のポイントにスポットを当てて比較させていただきました。さあ、ではここから iPhone 16全シリーズ、じゃあ、どれが最強なんだと、どれがおすすめなんだということなんですけども、これは前提として、皆さんがどういう風に iPhone を使うかによって、この答えっていうのは変わってきます。ガチのゲーマーの方はやっぱりね、プロモデルがいいし、全然ゲームをやらないよって方は標準モデルでもいいわけです。バッテリーがもう最強なやつがいいよっていう方はプロマックスだし、そこまでバッテリーも全然気にしないよって方は16の標準モデルだし、まあ、いろいろ使う用途によってモデル選びっていうのは変わってくると思います。それを前提として石原が個人的にもうこれ買っとけば間違いないっていうモデルをランキング形式にしました。もう発表していきます。はい、第4位 !iPhone16!6.1 インチの標準モデルでございます。まあ、スペック的にも、予算的にもそうなんですけど、まあ、一番費用対効果はいいモデルだと思います。つまりコスパは高いんですよ。コスパは高い。だからといって僕は、おすすめするかといったら、おすすめはしない。なぜかというと、やっぱりちょっと物足りなさを感じるだろうと思っています。はい。じゃあ、第3位 !iPhone16 Pro! プロでございます。はい。iPhone16 Pro が第3位ということで、まあ、クリエイターとか、動画クリエイターとか、まあ、ガチなゲームをする、ガチゲーマーとか、まあ、いろいろね、カメラをちゃんと使うとか、まあ、プロにしかない、性能スペックを十分に発揮するの、できるんで、めちゃくちゃいいんだけれども、まあ、やっぱり僕、個人的にしては2点、ちょっとこう、まあ、欠点だね。短所と言える部分がありまして、それはやっぱり大きさとバッテリー持ち。うん。ここがやっぱりちょっと物足りないかなと思います。じゃあ、第2位が iPhone16。あ、じゃないわ。第1位を発表した方がいいね。はい。第1位が iPhone16 Pro Max ということになってますので、第2位が iPhone16 Plus ということになってます。もうね、大きな要因は、もう過去のね、もう動画見ていただければわかるんですけど、僕はもうね、iPhone15 Pro Max にして、大画面、長時間バッテリー、この2本柱はもう外せないんですよ。うん。だから、もう、やっぱり、大画面モデルになる。そうなると、やっぱりプラスとプロマックスが大画面っていうので上位に入ってくる。で、そこでバッテリー持ちどっちがいいんだって考えた時に、プロマックスがいいからバッテリー持ちがいい。で、さらに、ここからやっぱり iPhone16 プラスではできないことっていうのが、16プロマックスにはできるんで、それはもちろん望遠もそうです。望遠。で、やっぱり Apple Intelligence が A18 Pro で動かせるものがやっぱあるらしいんですよ、特別に。なんで、その辺とかも考えて、で、iPhone16 Pro Max とかで、やっぱり動画編集とかもやったりするので、やっぱり iPhone16 のプラスよりも、もうプロ向けの16 Pro Max の方が、もう大変大満足だと思うんで、もう、今回のランキングは個人個人違うともちろん思います。ただ、石原に何の事前の情報もなくよ。うん。
石原さん、私は何歳でこんな仕事をしていて iPhone はこんなことに使っていますという事前情報が全くない状態よ。全くない状態だったらもう iPhone16 Pro Max 買えばもう最強、もう優勝でございます、はい、だからもう値段とかもう度外視です。もう16 Pro Max さえ買っとけばもう満足するしかないという形になってますんで、まあ、用途別に考えるとってことを考えると、またちょっと選び方は変わってくるんですけど、僕はもう本当に、大画面とバッテリーで、クリエイティブ。このもうやっぱり3つ、この3本柱を崩せないっていう風になったので、プロマックスをもうガチでおすすめ。もう本当に迫力もあるし、バッテリー持ちも最強。だってバッテリー、だって、使ってて、一日使ってて充電し忘れるってこともあるけど、次の日も普通に 50% とか普通に残ってますね。多分まあ使ったことがある人、15 Pro Max とか過去に Pro Max を使ったことがある人はもうわかると思います。かなり電池持ちいいんで、むちゃくちゃおすすめでございます。ではここからですね、まあ画面サイズに応じてのちょっとまあおすすめをご紹介すると、 iPhone16 Pro と16についてはまあ 6.1 インチ 6.3 インチコンパクトなボディになるんで、やっぱり手軽に持ち運びたい人とかね、画面サイズで片手操作したいって方にはやっぱりおすすめかなと思いますので、 プロとその標準モデルの 6.1 インチがダメというわけではなくて、やっぱりサイズがより小さいもの、コンパクトなものを選びたい方はもうそっちの2機種になってしまいます。ただ僕の今回の話の内容をお伝えするにあたって、小さいより大きい方がいいよっていうね、ちょっと推しの理由は一つ皆さんに掲げてお伝えしておきますけど、本当にね、もう僕はもうプロマックスに、だってこう見ててもプロマックスに見えないでしょ。見えます？見えるか？見えるかな？そうだ、まあ、iPhone16 発表されたからこれ解禁だ。これがiPhone16 Pro なんですよ。プロ。で、もちろん 6.3 インチなんですよね。でもね、全然ね、サイズ感変わった気はしない。はい。こんな感じ。このサイズ感。このサイズ感。このサイズ感で、だいぶね、バッテリーと迫力が、まあ、変わってくると。でも持ちやすいよ。全然持ちやすい。めちゃくちゃ持ちやすい。かといって、こっちも持ちやす、こっちは持ちやすくないかと言われればそうじゃない。若干、もう慣れちゃった。これ逆、小さってなっちゃってるって感じなんで、ぜひね、まあ、モデル選び、もう迷っちゃったよって方は、プロマックスです。ただ予算重視の人でも、iPhone16 の標準モデルも全然問題ないと思う。全く問題ない。うん、で今回ご紹介したプロモデルと標準モデルの違いのポイントで、標準モデルでも全然いいなと思ったら全然標準モデルもおすすめかと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。